デビット・パッカードデビット・パッカードはヒューレット・パッカードの共同創業者。アメリカ合衆国、コロラド州プエブロに生まれる。幼少時から科学に興味を持ち、模型や実験装置を作って遊んでいたパッカードは12歳の時には真空管ラジオを組み立て、高校に入る頃にはアマチュア無線局を持っていた。1930年秋、スタンフォード大学に入学し、 ウィリアム・ヒューレットと出会う。1934年に文学志望を取得。1936年ニューヨーク州スケネクタリのゼネラル・エレクトリックに入社。真空観光学部に配属される。創業した際に使用したカリフォルニア州パロアルトにあるパッカードの車庫。2007年5月、アメリカ合衆国の史跡に指定された。1938年、 真空管の理論を研究するため、スタンフォード大学の特別研究員としてカリフォルニアに戻り、1939年に電気工学の修士号を取得。ヒューレットと以前から話し合っていた事業計画について取り組みを再開した。1939年、ヒューレットとパートナーシップ契約を結び、538ドルの資本金でパッカードの車庫に ヒューレット・パッカードを設立した。パッカードは1939年から1947年までパートナーとして働き、法人格を取得した1947年から1964年まで社長を務め、1964年から1968年まで最高経営責任者、 1964年から1968年までと1972年から1993年まで取締役会会長を務めた。1969年、ニクソン政権下で国防副長官を務めるためにヒューレット・パッカードを離れる。1971年まで務め、カリフォルニアに戻ると再び取締役会会長に選任される。 1980年代前半から死去するまで、パッカードは、妻、ルシル・サルターと共に、数多くの事前活動に、積極的に関わった。1978年、デビット・ルシル夫妻は、モントレーワン水族館財団を創設した。夫妻は、事前事業である、モントレーワン水族館を設立するために5,500万ドルを寄贈し、海洋生物学者である娘、 ジュリーを代表者に1984年に開館した。1987年にパッカードはモントレーワン水族館研究所を設立するために1300万ドルを寄付した。以来パッカード財団は研究所の営業予算の約90%を提供している。1964年、デビット・ルシル夫妻は慈善団体デビットルシル・パッカード財団を設立した。 1986年、夫妻は、スタンフォード大学内に、ルシル・サルタパッカード小児病院を設立するために4000万ドルを寄付した。病院は1991年6月に開院した。1982年、米陸軍士官学校から、シルバナ・スターヤー賞を受賞。1989年、米国科学アカデミーより、公共福祉メダル受賞。 1996年に、バウアー賞、ビジネスリーダーシップ部門受賞。1997年に、バネバーブッシュ賞。1988年、産業界や政治、特に技術関連の広範囲な領域における、波外れた、無欲のリーダーシップに対して、アメリカ国家技術賞が授与される。1996年3月26日、死去。83歳。 ありがとうございます。